トびウサギは、トびウサギかトびウサギ族に分類される、月シ類。本種のみでトびウサギかトびウサギ族を形成する。アフリカ大陸東部と南部パディッツカペンスス、ヨハン・ォースターは、地下に住むハタネズミを意味するアラビア語エール・ユビウアから、ユバスと名付けた。一般名は、アンデシュスパルマンにより飛び跳ねるウサギということで、スプリング・ハーセンと名付けられた。分子系統学的祭から、 以下の2種に分けられる。ユビューアカペンススフォルスター、1778ダイパス、キャファー、コマイリーン1788イコールムズキャファー、パラス1779パディッツキャファー、エレガー1811南アフリカ、アンゴラ、コンゴ、ザンビア、ナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビークといった広範囲に分布する。染色体。 数 2n イコール38パディッツセルダスター・トーマス。1902ケニア、タンザニア並びに、ウガンダに点在して分布する。染色体、数 2n イコール45つの絶滅した属が知られている。パラパディッツ、メガパディッツ、プロパディッツ、ラシンガパディッツ、オルドリッチパディッツ最古は、2300万年前のケニアから見つかったオルドリッチパディッツプリーカーサーで、 オルドリッチパディッツには4つの種が知られている。現在のトビウサギ属パディッツでは、中期先進予に絶滅したパディッツグリシリスがいた。体長35から43センチメートル。尾長三35から47センチメートル。体重3から4キログラム。背面は赤褐色。覆面は白い体毛で覆われる。尾は長く、先端部は黒かし色の体毛で覆われる。 尾は跳躍するときにバランスを保つのに用いると考えられている。頭部は短く、糞は高い。目は大型。磁界が大きい上に長くウサギのように見えることが和名や英名の由来になっている。前歯は小さい。後歯は長く、発達している。後歯の第一歯は退化しているが、第二歯に大きな針状の爪があり、第三から五歯の爪はやや定常になる。 東アフリカ飛びウサギでは、第二頸椎と第三頸椎間で骨の融合が見られる。サバンナや半砂漠地帯に生息する。群れは形成せず、単独もしくはペアで生活する。夜行性で、昼間は地面に掘った、深さ80から120センチメートルの巣穴の中で、休む。移動する際には、格子だけで2から3メートル跳躍する。主に巣穴を中心に300から400メートルの、 範囲で活動するが、食物がない場合は10から1 4トルまで移動することもある。頭部を地面につけて振動で危険を察知し、危険を感じると大きな鳴き声を上げる。天敵としてはヤマネコ、ジャッカル、ラーテル、オオトカゲ、ニシキヘビ等が挙げられる。食性は植物食の強い雑食で、植物の根茎、果実、昆虫類、節足動物等を食べる。 繁殖形態は体制。妊娠期間は約2ヶ月。終年繁殖し1回に1から2頭の幼獣を生む。幼獣は生まれてから2日で走行できるようになる。稲や芋、トウモロコシ、麦等の農作物を食害する害獣。生息地では肉が食用とされることもある。害獣としての駆除等により生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。平成17年9月より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、消し種類は、当該動物の感染症に関する安全性について証明した、輸出国政府機関発行の衛生証明書を添付しないと輸入できなくなったため、現在ペットとしての流通は限られている。ありがとうございます。